いやーなんかねえ、やっぱずっと永遠なんてないんだなーって思うよね。当たり前じゃないんだよ、当たり前ってさ、思ってることってずっとあるだろうって思ってることもずっとじゃないんだよ。だから今だな、今が大事ということだね。始めるのもさ、旬だってさ、旬がだって始めた理由ってやってみよっかなーだからね。本当にそれだけだった。やってみちゃおっかなーだからね。始まるのもさ、始めるのも簡単だし、終わるのも旬だね。なんか声かけられてやってみようかなー、これしゅんさんどうですか。うん、やろっかなー、やってみちゃおっかな。そうだよ、あの受けてない、オーディション受けてないから。そうそう、ホロライブどうですか、入れませんか。やっちゃおっかなー。オッケーオッケーやります。そう、スカウトなんですわ。うさんくさい業者だと、うさんくさいと思ったよえ、ちょっと今だから言えるけどさ、うさんくさいと思ったよ。うさんくさいし、あーみたいな、うわなんか間違えてる気もするけどって思ったよ。めっちゃ思ってたよ、そんなわけって思ってたよ。だって怪しいもんだって怪しいでしょ。だってさ、一期生がさ、デビューした数ヶ月後に二期生デビューしてるんだよ。そんな変わらなくてさ、その何よ、実績みたいな、その何、会社としての実績はなかったに等しいからさ、そんなんねえ、そんくさいよ怪しいって思ってたよ。怪しいって思ったし、騙されてた世界線も、別にさ、これがだってさ、ホロライブじゃない可能性があったとしてさ、なんかどっかのなんかどっかのなんかだったとしてさ、オッケーって同じこと言われて、オッケーって言ってたらさ、マジで騙されてた可能性もあるわけじゃんね。って考えると恐ろしいよね恐ろしいよ、ほんと恐ろしい、恐ろしい。よかった、騙されなくて。だから運が良かったんだよ、そこも。でもさ、そう、ミナとアクア選手権でさ、アクアちゃんがさ、運、結局運だなみたいなこと言ってたじゃん。それシオンもさ、よく思うんだよな。運が良かったから全部がこうなったわけじゃないと思ってて、でも運がいい、それを、運をものにできる人とそうじゃない人がいるから、運も大事だねって思う。人生ね、これ人生ですよ、人生、運も大事なんだよなって思う。でも元をたどってみたら本当にそうなんだよ、運で始まってるなって考えて、だから納得しちゃった。なんかその、あーみたいな、初めは確かになーみたいなね。怪しいさ、怪しい企業の声怪しい企業の声が怪しくなかったのもなんだか運だしな。でホロライブがこんなでっかくなったのもさ、みんながいるからだけどさ、とかリスナー、みんながいるからだけど、見つけてもらうのにもやはり何かきっかけが必要だしね、って思うと運も大事ですねって思う。努力も大事だけどね、怪しくなくてよかった、ほんとほんと危なかった、怪しくなくてよかった。